つも大変お世話になっております。楽天証券でチーフアナリストをしております。今中と申します。え今回はですね、レーザーテック8月5日通期決算がありました。レーザーテックこちらの決算の分析についてえやっていきたいと思いますえ。このチャンネルがいいねと思ってくださった方は、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。 え、以前からレーザーテックにつきましては、私、株価3万7000円と予想し、株価があまりにも低迷するもので、3万円と下方修正していた経緯がございまして、株若チャンネルのえ小賀子からはですね、随分とあいつの分析はダメだと、経営を分かってないということでディスられておりましたが、 今回の検査、非常に良かったのではないかということで、えー、今回の、えー、動画配信えー、満を持してですねえー。剣道将来やっていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。株赤チャンネルでございます、えー。レーザーテックのね。注目決算が出ましてね、えー、僕もね。あのー、びっくりした。本当にあのー。 今期っていうか前期か前期の通気決算この1クォーターから見てたけどあレーザーテックの時代終わったなと、うん、あの典型的に落ちるものだなと、えー、思ってですねこ今年の、ね、年始から相当な空売りをかけて、えー、第1クォーター第2クォーターねあのー、私の今年の利益の、えー、ト,トップ今年あ,あの上半期ではね 飾っていたんじゃないかなと思うんですね。まあ、それほどね、利用を上げたんですよね。まあ、ただね、3クォーターになって、私、過去の動画を見ていただければと思うんですが、営業キャッシュローが異常な回復を見せて、ここで、あの、売るのをストップしようって、あの、売りポジはストップしようっていう、けあの、動画をね、過去に出していたかなと思うんですよね。で、いよいよね、通期決算。さあ、どうなるのかなっていうのでの、ね、注目してました。まあね、 あのー、素晴らしい増収増益になりました。正直驚いてます。うん。1クォーターのあのスタートからこんな決算の結末で終わるのかっていうね、まあ、いいグッドサプライズで、あの、私は、あのー、一瞬見ました。一瞬ね。というとこにちょっと深みがありますんで、ちょっとこの、えー、分析やっていこうかいって感じですね。 え、まずね、えー、指標。時価総額1兆8560億円。PR53 倍。いやー、本当に落ち着きましたね。私が空売り始めた時120倍ですからね。うん。PBR24.41。リマーリ0.66。信用倍率1.26。ROE34.2%。ROA13.9%。ロイック28.7%。ベータ1.49ってことね。最近すごくね、あのー、株価が底をつけた感で、あの、上がってますよね。うん、私は全然あのー、 乗れてないんですけどもまあ今ねほんと見てるだけで買いも売りもあのー、ちょっと触んないとこかなと思ってたのが私の正直な感想でした。 で、通期業績振り返りましょう。えー、前年比ですね、売上、えー、28.7%増、営業利益24.6%増ということで、ルールオブ40、えー、ですね、売上成長率足す営業利益成長率が、えー、足して40%を超えたよということで、これ素晴らしいですよ。うん、うん、この規模でね、それやってのおけたくれたということで、で、経常益も最終益も EPS も、えー、前年より大きく、えー、増益してます。で、単独の、えー、4クォーター、 だけ見ると、その増益っぷり、増収増益っぷりが、この4クォーター思いっきり来てるんだってのがよくわかります。うん。まあね、ほんとん、2倍ですよ、2倍。前年の2倍やってるんでね。すげえなぁと思いました。はい。で、会社予想に対する、えー、進捗っていうことなんですけども、会社で当初出していた予想を、 えー、上振れて着地します。まあ、詳しい内容ノートに、えー、掲載しますんで、ぜひそちらも、えー、見ていただければと思います。で、コンセンサス予想も、えー、2桁、えー、上振れで着地しましたと。で、新年度、今期の予、見通しはどうなのって言ったら、ここに僕はもっと驚いたんですよ。もうね、さらなる、えー、増収増益なんですよね。これが、えー、前年のね、 え決算を思い出していただきたいんですけど、すごいね、成長止まったと言っていいようなえ見通しだったのに対して、今期に対してはものすごい成長で打ち出しているよっていうところですね。これすごいですよね。じゃあ、ここ、おおって僕はまあここまで思ったんですけど、じゃあこれに対してね、私尊敬してやまないじっちゃまの決算指標はどうなのかっていうところなんですよね。 じっちゃまの定義する良い決算。これもノートに細かく書きましたが、3つあります。1つ目、え今期の EPS がですね、コンセンサス予想を上回る。えー、2つ目え、今期の売り上げがコンセンサス予想を上回る。3つ目、来季以降のガイダンスがコンセンサス予想を上回る。まあ、つまり、コンセンサスを上回ってるのかどうかっていうのがすごくね。 重要な仕様かなと。で、これ、あの、ちょっと話脱線しますが、これから私のノートでですね、毎日毎日何百件何千件決算があると、いつも一撃で決算をね、あの、翌日までに分析してシートを作ってるじゃないですか。これに、じっちゃま式ということで、この、あの、じっちゃま式もね、一瞬で見れるようなノートにしていきたいなと思ってますので、え、ちょっと期待してください。えー、今月内にできんじゃないかなと思います。で、話を戻しまして、 で、これね、実は、じっちゃま式で言うと、来期以降のガイダンスがコンセンサスを上回るのかっていうところで、えー、大ペケなんですよ。全然。えー、アナリスト予想はね、とんでもなくさらに高みをね、見てるんですよ。まあ、だから楽天証券今中さんがね、株価3万7 0円って言った理由も、まあ、アナリストの人に今中さんを入れるとしたらね、うん、あのー、それを随分控えめと。 会社予想から見たら大幅な増収増益。でもコンセンサス予想から見ると全然こんな控えめなんだねって思われちゃうんですよね。まあ日本の決算にはこういうのが多いですね。まあだから実ゃまあ決算を見て、日本の目から見て、うえぅぅ、飽き気がするよっていう言葉をよく言うのはこういうことじゃないかなと思います。はい。じゃあまあ財務分析の方に、えーっと、 いきたいなと思います。自己資本比率は40.7%、えー。2021年6月は46.5%でしたと。で、BS、えー、資産が増えて、えー、負債が、えー、資産も増えて、負債も、えー、すごく増えておりますよということですね。うん で、資産についてはもう、流動資産、固定資産ともにね、大幅に増加。負債も、えー、大幅に増加です。詳しい数字はノート書いてます。でね、短期借利益金がこれまでなかったのが100億円、あの、調達してるよっていうのもポイントかなと思います。でね、俺ね、固定負債にところ、ところでちょっと気になったんですけど、退職給付に関わる負債で4億6千4億6000万円ね。うーん、まあ、それね、 まあ日本の企業に多いんですよね退職金結構出してるって、まあ、別に悪いわけじゃないんだけど、うんまあ、まあい,いやい,いや、まあ、それはまあ全然あの悪材料でも何でもないですへえこういう会社なのねという参考じ情報ですねで PL ・え粗利率営業利,利益率ともに、ね、横ばいですね はい。えぇ、ー、あちょっと上がって、えー、営業利益率がちょっと下がったって感じですが、まあ、ほぼほぼ変わんないですと。まあ、つまり売、売売上が上がった分だけ利益も上がったよっていう、まあ、そういう構造ですね。でね僕はちょっとポイントだなと思ったのは、まあ、あの、投資有価証券益と為替益が大幅に利益寄与していたんですよね。あ、なんか株でも売ったのかなみたいな、ね、そんなことは感じたとこですね。うん。まあ、別に、あの、小材料でも悪材料でも、なんでもないですよ。あのあ、そうだったんだなっていう情報。 の一つとして踏まえてえおくっていい、う感じです、はい、ですは営業キャッシュフフロローを見ます営業キャッシュローも、えー、じっちゃまルールで照らし合わせていい悪いを判断していきたいと思います1つ目、純、えー、利より営業キャッシュフローはでかいんですかと、えー、そうじゃないんだったら粉飾決算の可能性もあるぞとかなり厳しいことを言うじっちゃまですこれねなんとツなんですよ営業キャッシュフローいてんしてます、えー、詳しい内容はノートに。 2つ目、えー、営業キャッシュロー増えてますかって言ったら前年より減ってます、えー、理由としては、えー、棚卸し資産の増加と法人税がもうめちゃくちゃ高く来たよっていうところですね3、うん、つ目、えー、営業キャッシュローマージュン15%以上がいいよっていうところなんですけど営業キャッシュフロー自体が毎年でこれもダメでしたと。 で、次です。投資キャッシュフローから見る資本的支出の妥当性ということで、これは、あのー、ウォーレン・バフェットさんのルールに照らし合わせていきたいなと思いますが、詳しい、えー、数式とかノートに書きますが、えー、一株利益あたりの資本的支出が20%以下だったら、すごい投資妙味があるよと。まあ、投資妙味がある。 要その1つだよということはバフェットさん言っているんですがレーザーテック20.47% 20. でこれはねグロース企業としては非常に低い、えー、成長の伸びしろがあるって判断できるんじゃないかなと個人的には思いましたで、まあ、チャートはですねあのチャート見る方も多いんで有名かなと思いますが、えー、ずっと今年から入って、えー、下落局面でしたがいよいよ底,底打ちしたかなという感じで最近すごい上がってますという感じですね うんまあ、僕はあのチャートとかはあま全一切関係ない人間なんで。と、はいうことで以上の材料から今後の投資戦略っていうので個人的にたご、えー、と申したいと思いますが、まあ、投資は自己責任でお願いしますが、えー、はまあ私としてはというところで,です、ね、へえと聞いていただければと思いますが、まあ、とりあえず、高材料から見るとこの記礎から、ね、見る信じられないような増収増益だったなと思います。 そりゃね、今中さんはね、今中さんも喜んだと思う、うんまあ。ちなみに今中さんの目標株が3万円とかだったと思うんですよね。3万7千をあの3万円に減らしてね。えー、っと、で、会社予想から見ると、やっぱりすごく成長をここからさらにするっていう予想を出してるっていうところで、交換材料ではあると思うんですけど、まあ、個人的にはですね、やっぱり do nothing かなと思いました。うん 営業キャッシュルローが、ね、やっぱりあの悪くなっているっていうか、ねまあ、数字で見るとねちょっとどうなんだろうって思うところでありますし、まあ、コンセンサスはもっと高いところを見ているよと、まあ、それに対して随分と控えめ、まあ、全然控えめなねあの僕は成長じゃなくて素晴らしい成長予想だと思ったんですけど、まあ、そういうことを考えるともうなんだ手放しでねワーオってあの飛びつけない。 かなとは思いましたね。まあこういうところから見るとね、やっぱり、まあコンセンサスはね、今中クオリティの人が予想するわけですからね、実体経済はやっぱり会社予想、会社にいる人がね、やっぱり CFO がきちんと予想するわけですよね。まあそうなると、まだまだハイテク産業についてね、あのー、グロ、ハイテクやグロースっていうところについて、厳しい局面がね、あのー、あるのかなっていう気はしましたね。 海外売上8割ぐらいですよね、確か、レーザーテックって。まあそういう、あの、そういうのも考えるとね、そのくらいだったと思うんですけど、えー、これから利上げ、利上げ、利上げってある中でね、果たしてね、あの、設備投資と言われるこういったものにね、お金が回るのかどうかっていうのは、まあ、ちょっと僕は、ファンダメンタルズ的には様子見せざるを得ないなと。まあただ、このね、業績、それから株価の動きでね、 あの実体経済っていうのが現れてくる可能性は高いなと思うんで、まあ、これからも、えー、見なければならない銘柄かなと。 まあ、ただ、すごいね、大幅増収増益で着地したことは間違いないんで、短期的な上昇は期待できるのかなと思います。えー、私は、ただ様子見をしたいと思います。投資は自己責任、自己判断でお願いします。詳しい、えー、数字的と、数字とか資料の内容は、ノートとか、あとは、えー、メンバーシップライブでもやってますんで、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。茨わでした。